ではですね、口述試験ガイダンス始めていきましょうか。担当はレック専任講師の中野です。よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今年度といいますか、令和4年の、口述試験に向けた、まずはガイダンスですね。で、今回はですね、配信ということで、私今収録してますけれども、ですから実施日というかですね、公開日というよりかは、今私がこの日に話をしてますよということで、令和4年の、7月5日ということで、ここに記載をしています。じゃあ、これからですね、ガイダンスですけれども、要はまずはですね、試験における、その口述試験の位置づけといいますか、まずは対極的なところですね、そこをお伝えして、あとはまた別途ちょっと細かい内容については、口述徹底対策講座っていうふうな3時間の講義がありますんで、そちらの方に譲りましてね、今日は全体の流れとか、勉強の方針とか、そういったところについて話を進めていきます。まずですね、口述試験ですけれども、当選というか、この講義聞いてるってことはですね、皆さん普通に論文受かって、それで口述対策かというところに差し掛かっているかと思うんですけれども、日程としてはですね、11月5日の、土曜日と、6日の日曜日ということになっています。で、科目がですね、それぞれ実務基礎で民事系刑事系ということも分かれますんで、そうするとですね、人によって、違いはあると思いますけれども、土日で、民事系刑事系、それぞれやるということになっているわけです。ということで、2日間、しかも結構構想時間長いですからね、その辺のなこう流れというか、当日の日程は、当然受験票なんかに書いてありますんでね、ある程度分かるかと思いますけども、本当にもう朝集合してですね、朝一で集合して、で終わるのがですね、午前の会とか午後の会とかもあるんですけども、夕方いっぱい見といてくれればいいということになっています。正直私もですね、実際口述試験受けた時は、朝からすごい大変でしたけどね。大体は皆さん結局試験会場が、この浦安の方しかないのでね、地方の方も大体ホテル取って、大体東京駅近くに取って、京葉線で行くのか、もちろん浦安近くに取っちゃってですね、もう歩いて行くのかとか、まちまちかと思いますけども、正直この辺ですね、ディズニーランド近いんで、ちょっとホテル取りにくかったりもするんですよね、特に土日ですと。その辺もちょっと大変かもしれませんし、あと私の時もそうだったんですけども、東京駅、私はですね、都内住んでましたんで、東京駅から京葉線で浦安の方まで行ったんですけども、そうするとディズニーランドに行くカップルとかはですね、すごい多いんですよね、朝から。なので大体その京葉線に乗ってる、メンツというか、楽しそうなカップルか、あるいはもうスーツ着た受験生かっていう風な、そんな感じなんですけども、当然皆さんもですね、私と同じように死にそうな顔しながらですね、六歩片手に本当もうやばいなと思いながら乗ってると思いますけども、ということで必ずですね、この日特に体調管理は気をつけてください。だいぶ今収束傾向にはありますけども、本当もうコロナとかですね、ありますんで、あれかかったらもう一発アウトですから、ということで、試験1週間前とかもう本当にもう家から出ないとかですね、ちょっと極論ですけども、そんぐらいでいいと思いますよ。で特にもう直前期といいますかね、それこそ1ヶ月前とかはもう本当うがい手洗いとか、もう本当にもう徹底するとか、いつにも増して人混みを避けるとか、とにかく気をつけてください。であとですね、もう試験科目の概要概略はもういいですかね。口述試験、筆記試験に合格したことを前提として、
方的な推論、分析力、あとは構成に基づいて弁論する能力を有するかどうかの判定を行いますよと。まあ、大まかなイメージ持ってもらいますと、要は持ち時間ゼロで論文試験やるってみたいな、一個一個論点というかですね、それについてまあ聞いていくっていう、そういうもんだと思ってください。まあ、論文、あるいは択一ですかね、担当試験、論文試験、これを持ち時間ゼロでやりますと。まあ、ですから聞かれる内容自体はこうなんでしょうね、ちょっとこれからまた後でサンプル問題というか見ていきますけれども、聞かれてる知識それ自体はまあ普通にも皆さんも絶対聞いたことがある話なんですよ。まあ、当然択一と論文受かってる人間であればですね、見りゃ分かるというか、時間さえかければまあほぼもう 100% の人というかですね、普通に今答えられますというのが、ほとんどの基本的な問題なんですけども、これが緊張状態で、かつ持ち時間ゼロになっちゃいますと、あらぬことを口走るってことはですね、多々あるんですよね。まあ、実際私なんかも、もう本当にそんな風なミスをですね、ちょい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 やらかしてます。ということで、今日はですね、細かい知識に突っ込んでいくというよりかは、口述試験でのこんな風に行われますよっていうことと、あとは、私の実体験も踏まえまして、こういうところに気をつけましょうねってところをですね、まずは浅く広く、話をしまして、であとは、突っ込んだ傾向分析とか、これについては、ここにも書いてありますけども、口述徹底対策講座というところに譲ります。ということで、今日はここに書いてある通り、平成26年ですね、この問題を参考にしますけども、これ理由2つありまして、直近の問題はですね、正直例は、3年と、2年、これが直近2年分というふうなことになるんですけども、正直これについてはですね、もうこの口述徹底対策講座のところで、過去問で掲載してるんですよ。だからガイダンスでやります、それ被りますんで意味がないと。あとは絶対被らない問題ということで、26年出したってことと、あとはこれ26年っていうのはこれ私が受けたんですよね。で、次のページ以降に、内心の動き、いや何をこの時この受験生が思ったかっていうか、正直私なんですけども、ということで私がこれ受けた直後にこれ再現作ってますんで、当然私の内心なんで私が一番よく分かってるっていうことですから、なので、実体験を踏まえて話をするにはこれが一番いいであろうということで、これをですね参考問題として挙げています。じゃあ、中身入っていきましょうか。要は、口述はこんな風なものが、出るんで、こんなところに気をつけましょうねっていう、そういう話をですね、これから民事系刑事系でやっていきます。まず刑事系の方からです。私の場合はですね、1日目が、刑事系 で2日目が民事系だったんですよ。で、一応言っておきますと、トータルの点数ですね、これが121でした。で、もう皆さん知ってるの知ってるかと思いますけども、知っての通りと言いますかね、ちょっとこれ雑に書きましょうか。ノートとしては配りませんので、雑に書いていきます。普通に予備試験の口述ですね、可もなく不可もなく過ぎれば、60点なんですよ。ですから民事系も刑事系も、それぞれ可もなく不可もなく、終わればですね、60、60で、トータル120ってことになります。で、私の方は、これにプラス1点されて、121なんですけども、これどういうことを意味するかっていうとですね、この可もなく不可もなくは60ですよね。でちなみに、この可もなく不可もなくっていうこの基準というか、何をもって可もなく不可もなくっていうかっていうと、ちょいちょい誘導されて、いいですかね、
ちょいちょい誘導されて、まあ、それでまあなんとか最後まで行き着いたっていう、これがあのかもなく不可もなくです。多少あの途中でミスがあっても、それは関係ないです。あの正直私もですね、後からあの民事系見ますけども、結構ですねやらかしてますんで、あのそれでも60あのついてますからね。あ、もちろんですよ、あの合計点だけ示されますんで、その何がどっちだったか、あ、当時はですよ、あの私の時、あの何をもってしてその私が刑事系61点で民事系60点だったかって判断してるかっていうのも、まあ、所感というか思いっきり主観なんですけども、内容に関した、まあ、ただ正直ですね、あの見て分かる通り民事系相当ボロボロになっちゃってますんで、まあ、それでも60つきます。で、あとは大した誘導も受けてないのに、普通にまあ、あの答えられて最後まで行きましたってなると、それだけでプラス1点になるんですよ。で、119点で受かります、普通に。ですから、あの相当ミスって誘導されたにもかかわらず、答えらんないとかですね、誘導散々受けまくってんのに、あの結局最後まで行き着かずにボロボロのままとかだった時に59点、お前もう弁護士になるな、なると、58点、これだともうアウトですよね。というわけで、あの相当やばいことしない限りはあの60点きますんで、あのもうそこはですね、あの心配しなくても結構です。まあ、ただそうは言ってもですね、なかなか皆さんもこうなんでしょうね、安心できないというか、あの相当緊張すると思うんですよ。で、正直なところ予備の口述で、あの一番の敵といいますか、あのやばいのは、あの本当緊張なんですよね。私も早朝緊張しても、正直もう何が何だか分かんないとか、あと1回でも途中の質問でこう分かんないことがあったりとかですね、あ、失敗したなと思うと、あのここに書いてある通り、それぞれ所要時間はだいたい25分とか20分ぐらいなんで、あの挽回ができないんですよ、気持ちの切り替えとか。あの正直ですね、択一とか論文であるならば、まあなんかもうやばいなと思った時にちょっと1分2分ぐらいちょっともう目つぶってとりあえず落ち着かせようとかですね、あのそんなことできるんですけども、いくらでも、あの口述試験であの目つぶって1分2分黙ってたら、もうそれ変な人じゃないですか、多分落ちますよね、それ段階で。まあなので、1回ちょっとまあやばいことになると、もうあの挽回できないっていう精神状態になりますんで、まあとにかくもうですね、あのそうならないようにとにかく落ち着くと。で、今言った通り相当結構主観的な総崩れとなったとしても、まああのなんとかなりますんで、よほどのことがない限り59点で普通つかないんで、いうことをまず、分かって、まあなんとかなるって前提で、こう口述はですね、あの受けてください。まあ、おそらくですけどもね、あのまあ皆さん当然論文まで行く人はある程度試験慣れしてる人が多いと思うんですよ。で、試験慣れしてる人って結構自分なりのルーティン持ってる人多いんで、まあそれに基づいてですね、まあとにかく落ち着かせると。ちなみに私の場合はですね、あの頭を働かせるために、あのまあ試験前のルーチンとしてですね、あの試験前だいたい30分ぐらいになったら、あのチョコレートをちょっとかじるとかですね、あとまあ本当もうどうでもいいというか、もう多分皆さんに伝えてもわけわかんないと思うかもしれませんけども、あのなんか縁起物でこの腕時計つけてれば絶対受かるとかですね、あのそういう験担ぎって私結構あったんですよね。まあまあ何でもいいんで、あのとにかくもう験担ぎだろうが、あのこれ食べればいいとか、もう何でもいいんで、あのとにかくあの落ち着かせると、気持ちを。まあそれとも限度ってもありますけどね。まああとはあのとにかくもう練習することですよね。おそらくあの模擬面接、あのまあまあここで言うのもちょっとまあ何なのって気になる話かもしれませんけども、おそらくまあレック受けて、あと正直まあ他の予備校も受けると思うんですよ。あの正直ですね、私があの実際受験した
まあ、実体験で考えると、とにかくもう受ければ受けるほどいいです。正直知識よりも慣れなんで、口述は特に。皆さんだってそうでしょ。論文まで終わってると、知識を一生懸命詰め込むんじゃなくて、とにかくこうどういう問題出るのか、現場でそのいろいろやってみて実感するっていうのが一番、まあ、そのアウトプット中心の学習といいますかね、まあ、それが一番いいなっていうのは、おそらくもう卓越論文で十分こう実体験出てきてると思うんですよ。口述もそういうもんといいますか、まあ、特にその傾向強い試験なんで、とにかくですね、慣れてください。でただ残念ながらですね、どの予備校も受かってそこからじゃあ申し込もうかなってなると、もう結構ですね、枠がすぐポンと埋まっちゃうんですよね。で正直試験管の確保と、あとまあ場所の確保と時間の確保って考えると、結構その各予備校ごとの枠ってそんなにないんですよ。ですからまあ論文受けてみて、まあちょっと皆さん聞いてる時期がちょっとどうか分かりませんけどね、私今5日に話をしていて、まあ論文前なんですけども、まあいずれにしても感触次第でもうすぐ申し込みをするっていうのがまあ基本ですよね。受かってから、論文の発表終わってからさあ申し込むかってなると、もう枠埋まってる可能性が高いんで。あとは、実際も受けてみて、まあ、ちょっともう枠埋まっちゃって予備校の口述もし受けられないとなったら、まあ、受験仲間何人かはいるでしょうから、まあ、それで話をしてですね、こうちょっとまあ受験生同士でこう模擬面やってみるとかいうことも必要かと思います。はい、じゃあ、まあ、実際にどんな問題が出て、まあ、大体どういう心の動きがあったかってところをちょっと話をしていきましょうか。まず刑事系ですね。で、まあ大体まあ所感ですけどもね、刑事系で私は61点で、民事系の方は60点だというふうに思います。あとはちょっとまあこれも雑に書きますけども、一応流れですね。ちょっと入る前に、まずですね、朝一で浦安の建物をですね、試験場に集められましたら、まあ普通今建物ありますよね。で建物の敷地内にまあ人がわーっと集まるんですよ。まあ当然外のまあ道路あるんですけども、道路はなんかいろんなこう予備校関係者がですね、一生懸命ビラ配りとかしてるんですけども、まあまあとりあえずそこ抜けて建物の敷地内に入りますよね。でしばらくここで待機です。で会場時間になりましたら、ここ空きますんで、まあ、それでなんか体育館みたいなところに通されるんですよね。上履きにこう履き替えて、で体育館みたいなところでパイプ椅子にこう並べられパイプ椅子並んでますんで、そこにガーッとこう集合します。であとはこの、まあ、体育館がこうでかいのがあってですね、こうパイプ椅子にこうバーッと並ぶんですけども、でそこで、各列というか各班ごとに、順番にこう通されてですね、でそこでこう、まあ、ちょっとこの雑に書きますけども、廊下ずっと通ってですね、歩いていくと小部屋がですね、いくつかあるところあるんですよ。で小部屋がいくつかあって、その前にこう各受験生がですね、ずっと、まあ、ちっちゃい待合室みたいなところがあって、ここに今待機するんですよね。あとは、呼ばれたら、それぞれ小部屋に入っていって実際試験を受けると。で小部屋の中はどうなってるかっていうと、まあ入っていったらですね、まず副査と主査がいまして、まあ2人組です。で主査がガンガンに普通に今質問しまして、で副査の方はひたすらですね、なんか丸とか×とか書いてるだけです。で、まあ皆さん受験生はまあここに普通に座って、でここにちっちゃい机を置いてありまして、六方とそれとカード置いてありますんで、まあちょっと刑事系の場合はですね、置いてない時もありますけども、六方とその民事系の場合は必ずまあカードありますけども、
カードを置いてありまして事例が書いてあるですね、人物関係書いてある。でそれで、まあ、あとはもう指示に従って、主査から言われた通りに、受け答えをすると。まあ、ですから、カード見てくださいって言われたらカード見ますし、なんか言われたらその通り答える。でちなみに、6本については、見るときは勝手に見せたらダメで、6本見てもいいですかって言って、でいいよって言われたら見ます。まあまあ、なんでかって言いますと、有名どころの条文についてはその条数を覚えてるのかどうなのかっていう、そこまでこう試験のこうなんでしょうね、配点というか問題になってるってこともあるんですよ。まあちょっと今日これから刑事系見ていきますけども、まあ例えばなんでしょうね、刑訴で必要な処分やるときは、まあ令状に伴うですね、必要な処分するときは111条を根拠にしてできますよみたいなありますけども、まあその111条を覚えてるかとか、まあそんなんがありますからね。はい、じゃあ中身入りましょうか。はい、じゃあですね、まあ今話をしたように朝行って、体育館集められて、でその実際まあ試験場というか小部屋の前の待合室に、まあチームというか班ごとにまあ待って、でそこでまあ中に入って、小部屋の中に入って、でまあまずはですね、受験番号何々です、お願いしますっていうことを言って、じゃあ座ってくださいというところからスタートで始めますということになります。まあちなみに一番緊張するところはここですね。ちっちゃい小部屋に集められてて、なんかこう死刑執行待つみたいな、なんかそんな風な、体育館に集められてる時はそんなに緊張しないんですけどね、この小部屋で待ってる時は一番ちょっとこうドキドキしますよね。まあまあそこでまあ中に入っていってですね、で主査副査に対して一言挨拶してってことで、じゃあまず民事系からちょっと見ていきましょう、どんな風な流れかっていう。で刑事系からですね。で、刑事系についてはですね、多くの場合事例は口頭だけで言われます。ですから本当にもう口頭で言われたことを頭にも叩き込んで、それで答えないといけないです。まあもちろんですね、すいませんもう一回ちょっと事例お願いしますとか、それはありなんですけども、あんまりそれ繰り返すとですね、まあもちろんそれだけで減点ってことはないんですけども、他の周りの受験生から見てもですね、他の受験生聞いてもですね、ただその当然予定されてる質問の数ってあるわけじゃないですか。要はこの所要時間で質疑応答して、まあこれぐらいの質問をこなすってことがありますんで、何回か聞き返してですね、事例もう一回お願いしますとかで何回か事例言ってると、それだけでこうどん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 時間使っちゃうんで、予定してる質問が消化できないことになっちゃうんですよね。で予定してる質問が消化できないってことは、その消化できなかった質問は0点ですから、その分トータルの点数が伸びないってことになりますんで、そこ注意してください。はい、じゃあ、まあ、どんな問題出るかってところを見ておきましょうか。A は X から印鑑の通帳を預かるとともに、銀行から預金を引き出す権限も与えられたと。ところが A はですね、自ら飛翔する目的で銀行からお金を出しましたと。で A には何か犯罪成立しますかと。なんかもう預金を引き出す権限がありますとかですね、自ら飛翔する目的で出したとか、もう正直この時点でなんか横領だねってことになりますよね。というわけで、まあ受け答えとしては、まあ犯罪成立して、まあ、それ横領罪ですよって話になります。あとちなみになんですけども、口述の、まあ、鉄則ですね、まあ本当もう必ず質問に答えてください。質問に答えるっていうのが本当鉄則です。しかも一問一答で簡潔に。何かって言いますと、ここですね、何か犯罪は成立をしますかですから、当然答えとしてははい成立をしますですよね。
で、じゃあそれは何剤ですかって聞かれて初めて、それは具体的に横領罪ですっていう、こういう流れになるわけです。ちょっと何でしょうね、こうまどろっこしいかもしれませんけども、これぐらいですね、徹底した方がいいです。そうじゃないと、試験官がこう予想だにしないというか、まあそこまで聞いてないっていう答えをですね、長々しゃべるっていう危険性が出てきますんで、必ず一問一答で聞かれることだけに機械的に答えるですね。でこの形式的に機械的に答えるってところが鉄則になります。あとは、当然ですけども、何罪ですかって結論聞かれてるんで横領罪ですよね。でもしもここで、まあ、今回の問題はですよ、はい分かりましたってことで、じゃあ次に事例変えますねってことで、じゃあこの自宅から通帳印鑑盗み出して、銀行の窓口で預金出した場合はこれ何罪なんのっていう、そういう次の質問になるんですけども、当然ここで横領罪についてはもうこれで打ち切っちゃってますよね、試験官は。というわけでここは、まずこの場合横領で、この場合詐欺でっていう、そこを端的に聞きたかっただけなんですよ。なのでこの何罪成立しますかって質問に対して横領罪ってだけ答えないと間違いというかおかしいんですよね。だからこれ仮にここでそもそもこの何でしょうね、委託の趣旨に背いてとかですね、なんかああだこうだ、その横領罪の構成要件ガーッと喋り出して、この場合これはこうでああでとかですね、当てはめまでやって、よって、A には横領罪成立しますとかまで言っちゃうと、それだけも時間結構食うんで、多分試験官としてはもうそれでいいからみたいな、それ聞いてないからとか止められちゃうわけですね。あんまり長々やってると試験官も嫌になっちゃって、いわゆる裁量点ってのが下がっちゃいますから、そこ注意してください。聞かれたことだけに答える。で次ですね、まあちょっとさっき前倒しで言いましたけども、Xの自宅から通帳と印鑑盗んで、で窓口で預金出しましたと。でこの時も同じですよね、なんか犯罪成立しますかって聞かれてるんで、はい成立しますと。で何罪って聞かれて、これは詐欺ですよね。まあちょっと簡単な知識の補充ですけども、窓口で、係員を欺いて財物を交付させてるわけですから、これ詐欺ですよね。まあ他方で、ATM、 まあ今回はまあ通帳とハンコってことになってますんで ATM を使いませんけども、まあ例えばまあカードですね、通帳印鑑カードで、たまたまカードになんかこうマジックかなんかで暗証番号も書いてあったお年寄りがとかですね、であれば、まあ、それで ATM 使って下ろしたら、これ窃盗ですよね。機械は偽冒行為その対象になりませんので。じゃあちょっと話を元に戻しまして、というわけでここですね、ここが本題だったと言いますか、同じ預金の引き出しなのに、さっきは横領罪で、今回は詐欺罪、これなんでっていう、まあ要は試験官のストーリー、いや試験官が何聞きたいかっていうのは、当然ストーリーがあるわけですよね。で下手にこう長々自分で答えちゃうとそこに乗っかれないんで、試験官も困るんで、まあ、私も口述模試の試験官とかやってますけどね、長々喋られちゃうと誘導もできないし、補正がめんどくさいんで結構困るんですよ。まあなので本当一問一答で、でまあ矛盾しませんかって聞かれたら、いや矛盾しませんと。でさすがにまあこれいくらなんでもですね、矛盾しませんって言われて、まあそうしたらまあ一言理由も聞かれてるんだろうねってことで、矛盾しませんと。あとはまあ占有有無で、まあ一言理由をつけてあげると。でそれに対してはまあ当然ツッコミ入りますよね。一応客観的な事実として今話をした A も B も、通帳とハンコ持ってますよねと。まあ聞かれたんで当然それに対してもうちょっと掘り下げた理由付け、そこを述べます。ですから基本的な結論のみで、理由言うときは一言だけ理由つける。でさらに深く答えてって言われたら深く答える。全部主導権は試験官の方にありますんで、
あとはまあ、内容はもういいですよね。A には法律上の占有あるけども、B は単に盗んだだけで権限ありませんから。というわけで、権限も占有もですね、ありませんから。ということで、B には詐欺罪、A にも横領罪ということになります。で、まあ、当たり前ですけども、まあ、最初はですね、こういう前提知識の確認からスタートして、で、徐々に、掘り下げていくってことになります。まあ、というわけで、私、1日目が刑事系だったんで、まあ、中身としてですね、まあ、だいたい前提知識の2、3問ぐらいは、まあ、ぬるいと思ってたんですけども、だんだんこう、冷や汗というか、油汗というか、だんだんやばくなってくるんですけども。あとはですね、ここですね。法律上の占有って言ったんで、じゃあ法律上の占有をもっと詳しく説明しろと言われたら説明です。まあ委託の趣旨に背いてああだこうだとかですね、まあ当時の私の説明がありますけども、ということで、相手試験官の方がこの説明に対して、なるほどと、権限の有無ってことねって言われたら、はいそうですと、もうこれしか答えがないです。口述で、まあ、当然まあ、平成26年 の、 試験で、今令和4年の試験ですから、もう8年9年か、まあまあ結構の時間経ってまして、その間私ずっとですね、まあ、この26年はまあ受験生ですけども、それ以降はもうずっと試験官というか、皆さんというかですね、受験生のいろんな再現のこうレジュメとか見てますけども、試験官がですね、民間のその就職試験圧迫面接みたいに誤誘導するってことはないです。要は何でしょうね、こういうことねって言っときながら、実は違って、はいそうですって言ったら本当にとかですね、なんかそんなこう意地悪な誤誘導、間違った誘導、これをするケースはないです。皆無です、これまで。なので、我々の鉄則として、試験官の方があなたの言っていることはこういうことで間違いないよねって言われたら、はいそうですと、とにかくもう分かってなくても、多少違ってもですね、これ助け舟なんで、それで答えちゃってください。要はこういうことだよ、いいよねっていうのは、もうこれはもう正解扱いにしてあげるから、もう次の質問に行きますよってことですから。まあ一応今回はですよ、さすがにこれ正しいこと言ってますんで、単なる確認ですけども、もし自信なかったとしても、これは助け舟だと思って、もうはいそうですって言っちゃってください。でまた、事例変えてと、C は誤って、自分の口座に振り込まれた預金を誤りだと分かった上で、銀行の窓口で、自分の口座から引き出しましたと。というかまさにもうこれなんでしょうね、今山口県の行政の方で、まあ、自治体の方でど真ん中でですね、この話ありますけども、まあ実際ですね、自分の口座から引き出した場合、何罪になりますかっていう、まあテレビでいろんな、なんでしょうね、コメンテーターがああでもないこうでもないとか言ってましたけども、で、この場合ですね、何罪ですかと言われたんで、これも詐欺になりますよね。これいいですかね。窓口でやってるんだったら、これは詐欺、 ATM だったら窃盗で、さらに他の口座に振り替えたりするんだったら電子計算機使用詐欺ですね。ちゃんとこの辺はもう正しく理解しておいてください。あとは、これですね、民法の最高裁のところで、誤振り込みだったとしても、まあ、当然お金に名前書いてありませんので色はついてませんから、預金名義人と銀行の間に預金債権が損するってことは知ってますよねと。でこの時ですね、まあ、ちょっとさっきの繰り返しになりますけども、私正直この判例うろ覚えだったんですよ。でうろ覚えであれそんなあったっけって思ったんですけども、試験官の方が、こういうのあるけど知ってるよねって言われたら、当然答えははいしかないじゃないですか。
っていうことでもそういうもんだと思っちゃってください。というわけでも心の中では当然あやばいなって思ったんですけどね、まあしょうがないです。でそうすると、詐欺罪せ成立するっていうふうに言うんだったら占有どっちにあるんだって話になりますよね。ただ当然これ占有の移転がないとですね、これ詐欺の帰すにならないんで、もうこれ詐欺って答えちゃった以上は、てかしかも結論としてもこれ詐欺っていうずっともう択一だろうが論文だろうがもうそれを覚えちゃってるんで、もうそれ維持するしかないじゃないですか。まあなので、占有どっちにあるのかってことで、まあ当然銀行にあるってしか答えようがないと。これで相手方の方にもともと占有あるってなっちゃいますと詐欺になんないですからね。でも内心としてはもう焦ってるんですよ、わかんないと。でしかもなんかわけわかんないことを考えて二項詐欺って言ったらどうなのとかですね、なんかわけわかんないことをずっと頭の中無限ループするんですけども、まあ正直61点で結構いい点数だったとしても心の中はこんなもんです。なんとか助けてくれないかなっていう試験官に対して思いながらこうひたすら答えるっていう。あとまあ預金債権ですね、当然まあこれ C にちゃんと帰属してるよねっていう、それでもなんで占有が銀行にあるのかっていう、まあそれに対してはもう民法と刑法で違うんだっていう、もうそういうふうな答えしかまあできないわけですけどもね。でまあ刑法的な評価っていうふうな曖昧な言葉使っちゃってるんで、もうちょっと詳しく説明しろと。まあ一応これもいいですかね。まあ一応一問一答にはなってるんで、なんとかギリ助かってますけども。で銀行はまあ真実知れば組み戻しとかで、ご振り込みの状態解消すると。まあその意味で、まあ刑法的な評価として今だ占有は銀行のもとにあると。ちなみにこれ文章にするとまあその場の空気感で。こうなかなか伝わらないと思いますけども、ここに書いてあると本当しどろもどろですね。こんななんかサクサク答えてませんよ。だいたいこの辺りぐらいからちょっと雲行き怪しくなってます。でまあ食い戻しってことがもうこれキーワード出たんで、まあじゃあもうそれでいいよってことで、まあ正解扱いで、まあ試験官ももう良かったと。まあということで正直これぐらいでまあ合格点というか標準よりもプラスでなんとかなります。あと、今回は実務基礎なので、口述はですね、まあ必ずというか例年実態法と手続き法、要は刑法と、まあ、それと刑訴、まあ両方当然聞かれます。でここから先が刑訴の論点ですね。でちょっとここまで見ちゃいましょうかね。事例 B に戻してここからは手続きですけども、 B に対して要はその詐欺のこの案件ですね、これです。でちなみに口述の場合ですね、事例まあいくつか言われて、さっきの B の事例に戻りますねとか、サクッとこうもう一回繰り返して言ってくれずにいきなり戻ったりするんですよ。だから本当も短期記憶って結構大事なんですよね。で、さっきの B って誰だっけとかなると変なことになりますんで、もしどうしても自信なければちょっとすいませんもう一回事例お願いしますとかいうのもしょうがないです。まあこれも慣れですね正直。じゃあ事例 B に戻してと、結局司法警察員が捜索差し押さえ令状の発布を受けましたと。でその令状の対象物は、本件に関連する証拠、その他印鑑、預金通帳、キャッシュカードの記載があったと。この辺よくですね本当にもう口だけで言って覚えろっていうなんか無理ゲーをなんでしょうね強いてくるなっていう気はしますけどね。まあしょうがないですよね。まあ試験がそういう風になっちゃってますんで。令状を持って B 宅に行ったところ、B は他にも同じようなことをやってたみたいで、他人名義の通帳印鑑がたくさんありましたと。これを差し押さえることできますかと。
で、まあ、答えたし、これできないんですよね。当然これ、本件に関する証拠、印鑑、通帳、キャッシュカードじゃないんで。で、まあ、理由としては、これ、令状に記載されてないからってしかも言いようがないというか、まあ、同じ通帳と印鑑ですけど、まあ、一応通帳と印鑑で書いてありますけどね、本件に関係がないであろうと。で、結構ですね、なんか、そもそも論聞いてくるんですよね。なんか、他の人に聞いても、なんか、まあ、例年ですけども、結構そもそも論の質問って結構多いです。なんで令状に記載がないものは差し押さえられないのと。なんか、こういうことって結構、勉強を始めた初期段階で、なんかやるんですけども、だん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 その勉強進んでくると、この辺結構忘れたりするじゃないですか。まあ、だから、この辺、基本原則みたいなところも、復習しておいた方がいいです。まあ、そもそもなんで令状が要求されるか、令状主義。まあ、そもそもの趣旨といいますか、恣意的な差し押さえすることで被疑者の権利をですね害するからと。まあ、正直だから私も心の中ではですね、なんでって言われても当たり前じゃんってしかも思えなかったんですけども、まあ古い記憶というかですね、遡ってもこういうふうな答えと。あとこれですよね、明らかに盗まれたっぽいけども手出しできないのかと。まあ、普通どう考えてもこれ、まあなんか違法な手段でかき集めてきたんだろうなってしかも思えないんですけども、ただ令状はもう及ばないんで、まあしかも通帳を持ってるだけ、他人名義の通帳を持ってること、それ自体は犯罪じゃないんで、まあこれしかないですよね。任意提出を求めて、で領地と。まあこれはもう典型論点ですけども、結構でも聞かれるんですよね。やっぱり普通こういうた場合、被疑者としては抵抗してくると、断ると。まあ、なんでこの場合、まあ原則からすると令状取り直ししかないし、どうしてもって場合だったら、まあ背景事情で関連性がとかですね、だいぶ苦しい説明してますけども、で、まあ正直、まあこれだってるっけみたいな感じの、まあただやばいんですけどね。で、正直、まあこの説明って要は B が他にもこういう窃盗とかをしてることを証明する証拠ってことで、要は余罪のためにこれ差し押さえるんだっていうですね、結構説明として無茶がありますよね、今考えると。まあそこで助け舟、試験官が出してくれまして、まあ上場資料ねってことで言ってくれたんで、まあ分かんないけども、まあとりあえずもはいと、まあそれでも助けてもらおうというぐらいです。あとは次ですね、今度は、まあ、これも典型論点ですけども、部屋の中にいる B とは別の F がやってきて、置いてある書類を自分のもんだと言って着衣の中に入れましたと。で、この場合この着衣の中を捜査することできますかと。で、当然まあ私というところはまあできないでしょうと。まあ皆さんもそう思いますよね。まあなんで、当然まあここでまあ理由です。結論言って、その次に理由。で、係争法は人と物を明確に区別してまして、ああだこうだっていう。まあまあ、典型論点の答え。で、私ここでですね、これこれこういうものが原則ですって言ってるんですよね。で、そうすると、原則って言っちゃうと当然まあ試験官としてはじゃあ例外何ってことになりますんで、あんまりですねこういうの言わない方が良かったんですよね。原則って言っちゃうと、まあそれは例外よってツッコミ来るよねってしか。で、物に対して及んでるのは確かなんで、そのものを隠匿したところを目撃したとか、まあ、そういった高度の改善性があれば令状の効果として捜索ができますよと。まあ、これも典型論点です。で、ここで原則例外の規範が出揃ったんで、じゃあ本件の当てはめはっていう。で、目撃してるんで、令状の効果としてできますよと。まあそうだろうねと。まあ大体流れよろしいですかね。原則論から例外に流れて、で本件当てはめはっていう、こういうことです。はい、いいですかね。
あとはちょっとまた、ケイソの話がずっと続くんですけれども、あと放送倫理とかもですね、続くんですけども、ちょっと、そろそろ時間の兼ね合いもありますんで、ちょっとこれくらいにしておきましょうかね。はい、じゃあ次ですね。この民事系で、どんな問題が出たのかというところですけども、これも同じく平成26年の話です。民事系の方はですね、なんか妙に丁寧な物腰柔らかい試験官でしたね。試験官も当然人間なんで個人差といいますか、ありますけども。時間としては同じく25分ぐらいでした。ノックしてドア開けて、で何室何番ですってことで受験番号言って、そしたら座ってくださいって言われますから、普通に座りますよね。私これね、ものすごい大失敗してるんですよね、ちょいちょいというか。だからこれおそらくなんですけども、最後まで行ってないんですよね。一緒に受けた友達が何人かいたんですけども、どんなの聞かれたって言われ、ずっと終わった後喋るじゃないですか。で、どんなの聞かれたってことをずっといろいろ喋ってて、なんか私だけ結構聞かれてない質問とかって結構あるんですよね、民事系で。それでもトータル121ってことは、さすがに今の刑法で、刑事系で62点作ってありえないんで、刑事系61点の、民事60点ってことになりますから。ですから逆に言うとですね、本当さっき言いましたけども、これぐらい結構、やばいことになっててもなんとかなるんですよ、60点で。だから安心した方がいいですよ皆さん、本当に。じゃあちょっと中身入っていきますけどね。民事系の場合はもう本当9割9分机の上にカード置いてあって、まず人物関係で、この人物関係について、主査がですね、事案の提示を行います。でこれ何かというと、まず A が、修理のために B に壺を預けて、でそしたら B が勝手に C に売っちゃったと。で今 C が占有してます。で、回答者というか、受験生は A の代理人で、 A から C に、どういう訴訟を提起しますかって話です。で当然これ受験とかだったらですね、論文試験とかだったらまず A の代理人としてこの C に訴え提起でとか、ちょっとこう図書きながらなんかメモを取りながらやるんですけども、当然口述試験はメモ禁止ですから、手ぶらで入っていかないといけないんで、ということで頭で覚えるしかないですね。で私これ初っ端で失敗してるんですよね。 A から C、聞き方も悪いと思うんですけどもね。どんな訴訟ですかって言われたんで、当然A と C に契約関係がないんで、所有権に基づいて引き渡し請求をしますと。で主査がそれに対して、それだけって言うんで、他に何かって言われるんですよ。これいまだにこれ本当聞き方が悪かったんじゃないかってずっと思うんですけどね。正直これ壺を勝手に持ってかれたんで壺を取り返したいっていうのは思うんですけども、この時に代償請求まで普通言われないとピンとこないというかですね、私だけかもしれませんけども。でそれだけですかって言われるんで、なんだろうねってことで、手探りで訴訟継続中に壺処分すると執行できなくなっちゃうんで、保全の申し立ても話をしたら、今訴えたから保全後にしろみたいなこと言われるんですよ。そうするともうこっち何言っていいか分かんないから、もう混乱して沈黙するしかないですよね。でそこでようやく、じゃあ壺回収できない方はどうするのって話が出てきまして、そしたらじゃあ代償請求しますみたいなですよね。でそうするとここから代償請求の訴訟物はって聞かれるんで、私もこの時点で結構な時間沈黙したりとかですね、パニック陥ってるんですよ。なのでもうわけわかんない状態でですね、金請求する、不当利得がとかですね、もうわけわかんなくなっちゃってるんですけども、でここで、
不当利得って言われて、いや、あ、不法行為ですって言い返してるんですけども、まあまあ当然不当利得じゃないとこっちしかないんですけども、ここさすがに書いてませんけども、誘導がすごいですよ。口述試験って落とすための試験じゃなくて、何でしょうね、こいつやばいってやつをですね、さすがにこの人を放送にしたらやばいんじゃないのっていう人をギリギリこう何でしょうね、弾くっていう、そういう試験で、とにかくもうこいつ落としてやれっていう、そういう試験じゃありませんので、基本的には救済する方向に舵取りしてくれるんですよ。ですから私の時もこれ不当利得って聞かれて、でそれでもちょっと私うんってピンとこなかった、ちょっと一瞬答えられなかったんで、そしたら試験官がですね、不当利得って言われて、私沈黙じゃないですか。でさらに続けて試験官が、ふーって言い始めるんですよ。でふから始まるもので、お金を請求するもので、まあ、代償請求として、で不当利得じゃないとってなると、もう不法行為しかないじゃないですか。っていうことで、じゃあ不法行為に基づく損害賠償請求ですということを、答えたと。ですから不法行為って言葉出てこなくても、試験官がですね、ふうまでは言ってくれます。で不当利得じゃないってことも教えてくれます。っていうわけで、普通の人間だったらあなたは不法行為しか出てこないっていう。でこれで正直ここまでもう答えを教えてもらってんじゃないかってなるかもしれませんけど、これでプラマイゼロなんですよ。なのでとにかくもう試験官が言ったことをおっしゃる通りですみたいな感じで言ってれば、プラマイゼロで乗り切れますんで、まあとにかくもう試験官に議論ふっかけないとか、試験官の言うことを否定しないとか、もうそれだけは注意してください。あとはまあちょっと細かいところになりますけどね、まあ典型論点、さっきの壺の引き渡しと今の代償請求、これ併合するんだったらどういう形態かって言われるんで、まあこれも単純併合ですよね。未来と将来で両立しますんで。あとまあ実際これ私はこれ単純併合って言って理由聞かれて、両者の請求が両立するからとかしか言ってませんけども、大体ここぐらいまで言ってると、あとは試験官の方で将来と現在の両立ねっていうふうに言ってくれますんで、補ってくれますんで、はいというふうに答えると。まあですからとにかくなんか簡単でいいんで、結論の理由さえ言えれば、あとはまあ試験官の方で誘導するなりなんなりしてくれます。あとはですね、これ民事系刑事系両方ですけども、結論言って、あとですね、まあ、ちょっと自信ない時は一応念のため怖いんで一言だけ、本当結論をだけを言うっていうのが基本なんですけども、一応結論に加えて一言だけちょっと理由っていうのをですね、プラスしとくと相手が誘導しやすいです。ですからちょっと自信ないなった時は理由一言言って、こうなんでしょうね、相手が誘導しやすいようにするっていうのも一つの手ですね。でこれなんでかっていうとですね、ちょっと次のページ移りますけども、ここのところちょっと見てもらっていいですかね。次のページの、9ページのはいってところ、代物弁済の要件事実を言ってくださいってことで、これに対して A が B に債務を負っていること、債務の代わりに壺を引き渡すことを約したこと、実際に引き渡したことと、でそれに対してまあ引き渡しだけって言われるんで、まあ基づき引き渡しですっていうで答えて、で、まあ、当然今もう条文とかいろいろ法改正されちゃってますけどね、ここ代物弁済を主張するのに引き渡しまだ言う必要あるのかっていう、でここであれ判例なんだっけってことで全く自信なかったんで、ここで一言理由言ってるんですよ。代物弁済を要物契約と考えてるんで引き渡しも必要だと。まあ一応これ皆さん使ってるかもしれませんけど、30項にこれが通説だって書いてあったんですよ。判例違うんですけども、まあもう条文もちゃんと改正されましたけども、
で、そうすると、ああなるほどねってことで、すんなりスルーしてくれるっていうか。で、そこであとは最後のところで福さんの方がちょっと補足するんですよね。一番最後のところ、次のページ、さっきの大仏製麺祭、これ一応判例は学生契約って見解で、まあ、今ももう条文上もそうなっちゃってますよね。だから後でまあ勉強しといてねっていう。当然これ原点のも何でもないです。あくまでのロジックをですね、見るための試験ですから、論理的に破綻してるとか、試験官に食ってかかるとかですね、そんなことしない限りは普通に受かります。はい、以上がですね、今回のガイダンスでした。なんとなくイメージ湧きました。本当にこの程度と言いますかね、結構後でまあ途中ちょっと割愛したところは後で見といてほしいんですけども、結構ですねグダグダになっていてもプラマイゼロでなんとかなります。あとは、まあ、ちょっとなんかどっかでいいところを見せればですね61点とかくれますんで、まあ意外と何でしょうね、要求水準が低いと言いますか、まあ大体皆さん本当にもう緊張する方っていうのは自分で自分のハードルを高めすぎて、うわどうでもいい失敗なのに、まあ、失敗に入れない失敗なのに、うわ失敗したやばいとかですね思ったりとかしますんで、まあそんな考えなくて、本当にもう落ち着いて会話が成立さえすれば受かりますんで、本当もうあとは、次ですね、口述徹底講座で過去問ちょっと見ますけども、まあそれ見てまあなんとかですね、こうまあ大体こんな問題出るんだなっていう、あとはこの辺勉強した方がいいかなとかいうところを理解して、まあそれあとは模擬面接受けて、まあさすがにそれぐらいやればまあ論文受かる人だったらなんとかなりますんで、まあ自信持って本番に臨んでください。はい、じゃあ、ちょっともう時間きましたんで、今回のガイダンスは以上で終了します。お疲れ様でした。